本日はブレイキングダウン10オーディションにて自身のコンプレックスを告白し、一躍時の人となっている聖也選手が朝倉未来 YouTube チャンネルに出演し、その中で気になる発言が飛び出していますので、そちらについてまとめていきます。聖也選手は愛知県豊橋市出身。朝倉未来選手の1学年上の聖也選手は、朝倉未来選手の同郷の先輩としてブレイキングダウン10オーディションに出演すると、自身のコンプレックスを前面に押し出し大ブレイク。勢いそのままレオ選手との対戦をもぎ取っております。そんな中、聖也選手は11月14日朝倉未来 YouTube チャンネルに出演し、その中で朝倉未来選手は聖也選手について、今ファンの中ではレオが勝つと思ってる人が多いのかな、結構練習では聖也は KO しまくってるもんね、格闘技を真剣に習ったら結構いい選手になるだろうね、ブレイキングダウンのオーディションに出て反響はどう、コンプレックスについての自信はついてきた、結構俺はコンプレックスに対して自信を持っていいと思うんだよ、あそこの大きさで言ったらブレイキングダウン無差別級のチャンピオンなわけじゃん、そこでもっとマウント取ったりステータスにしてもいいと思うんだよ、さっき聖也の練習風景をインスタのストーリーに上げたら揺れすぎってアンチが来てスタンプで下を隠したもん、あれは逆セクハラになっちゃうね、俺のインスタをあなたにバンされたら困るからね、でもオーディションに出てから明るくなったよね、コンプレックスを受け入れられたってのもでかいと思うよ、試合の時ローブローを本当に気をつけなきゃいけないから、顔面のガードじゃなくて下だけガードした方がいいんじゃない、インロー蹴っただけでもローブローに入っちゃうからね、聖也はインスタグラムを開設したんですけど、結構物好きな人が多くて、デートしましょうって結構 DM が来てるみたいですね。あと一つだけ注意喚起をしたいです。俺と二人で歩いていたら、ファンの人が俺には気づいていなくて突然下を触ってきたんですよ。それは本当にセクハラですから、あれは本当にやめてもらわないとね。もちろん男性のファンの方でしたけど。あとはシェンロンね、本当に触ってくるのはダメだからね、コンプライアンス違反というか普通に犯罪ですから、次からはこっちも訴えていく方針なんで気をつけてくださいよ、などと語り、聖也選手の舌を無断で触ってくるシェンロン選手やファンに対して注意喚起を行い、次からは訴えていくと衝撃の発言を行っております。注目の集まる聖也 VS レオはどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。